新たな脅威に備え、尖閣の領海警備強化、中国の攻勢にどう向き合うか。政府は安全保障関連3文書の改定に合わせ、尖閣領海警備体制の強化などを柱とする海上保安能力強化に関する方針を決定した。尖閣諸島国有化して10年、年々エスカレートする中国の攻勢に海上保安庁の専従部隊はどう対峙するのか。社会部佐々木恵美。予算は 1.4 倍に海上保安庁の体制強化。12月16日、政府は海上保安能力強化に関する方針を新たに策定し、海上保安庁の当初予算を2027年度までに今年度の2231億円から1000億円程度増額することを決定した。強化すべき6つの能力の1つ目に挙げられたのが尖閣領海警備能力、巡視船などのハード面の整備と自衛隊や外国海上保安機関などとの連携強化といったソフト面の強化にも取り組むとしている。国有化から10年、尖閣の今。沖縄本島から西に約410キロ離れた東シナ海に浮かぶ無人島群尖閣諸島。日本政府は2012年9月11日に国有化した。国有化以降、中国海警局に所属する船が領海侵入を繰り返す件数や接続水域で確認された日数が大幅に増加している。海上保安庁によると、2022年の1年間中国海警局の船が接続水域でほぼ毎日確認され、領海では操業する日本漁船に近づこうとする動きを見せた事案も多発。12月には過去最長72時間45分にわたり領海に侵入し続けた。海上保安庁の石井長官は2022年の最後の会見で、中国海警局の船による活動は極めて深刻とし、あらゆる事態を想定した警備体制を構築し、引き続き緊張感を持って領海警備に万全を期すと強調した。約550人の尖閣専従部隊が24時間体制で警備。緊迫した情勢にある尖閣諸島海域で警備に当たるのが海上保安庁の尖閣専従部隊だ。2016年までに専従船として石垣島に1000トン型の大型巡視船10隻、沖縄本島にヘリコプター搭載型の大型巡視船2隻を配備、12隻で14隻相当という使い方をしているという。どういうことなのか。通常、海上保安庁では船ごとに乗組員が固定されている。しかし、尖閣専従部隊は3隻の船に4つのチームの乗組員をあてがう複数クルー制を取り、1つのチームが休みの時も巡視船を休ませず、別のチームが使うことで3隻を4隻相当として使っているのだ。この複数クルー制が計2組配備され、これで6隻が8隻相当。通常の運用を行う固定クルー制の6隻と合わせて14隻相当となる。常に尖閣周辺海域に巡視船が航行する状態を維持するための手法だという。専従の職員は約550人。24時間365日に及ぶ領海警備で現場の負担は相当なものだが、課題は職員の緊張感を維持することだという。海上保安庁幹部は政治的には緊張していると言われるが、現場はパターン化し慣れが出てきている。突然起きる事態に対応するため、職員が緩まずに緊張感を維持することが重要だと話す。中国船は大型化、武装化。海上保安庁によると、2018年に中国政府は海警局を軍の指揮下、武装警察に編入させてから軍の影響力が増したという。中国海警局の1000トン級以上の大型船が10年前に比べ3倍以上に増え、中でも懸念されるのが船の武装化だ。砲を搭載した複数の船が確認されている。2022年には76ミリ砲を搭載したとみられる船が初めて領海に侵入したが、複数の関係者は想定内で脅威ではないと話す。海上保安庁は常々中国海警局の攻勢に相手勢力を上回る勢力で対処するとしてきた。
前出の関係者は手強い勝てそうもないという体制をいかに作るかが重要。海保の船にはほぼすべてに機関砲が搭載され武装している。尖閣周辺に現れる中国の船で武装しているのはたかだか一隻。海保が圧倒的に有利だと強調する。海警局トップに海軍出身者でどう変わる。12月に中国がベトナムと開いた事務方の会議に海警局の局長として出席したのが海軍出身の陸中少将だ。この出席をもって中国メディアが局長就任を報じた。これは何を意味するのか。日本政府関係者は海警は海軍との一体が一層進んでいると分析する。とりわけ2022年8月に台湾周辺で大規模軍事演習を行ったことで、台湾を管轄する人民解放軍の東部戦区との連携が深まることに警戒しなければならない。習近平指導部が近く台湾侵攻に踏み切る可能性は少ないと思うが、東部戦区は8月の演習以降、軍事的な挑発を強めていて、その傾向は2023年も続く。こうした情勢を背景に、尖閣周辺での挑発的な活動や海警の装備強化も一層進む可能性があると話す。なぜ海上保安庁が尖閣警備に当たるのか。なぜ尖閣諸島周辺海域の対応は自衛隊ではなく海上保安庁が担うのか。それは海上保安庁が軍事機関ではなく法執行機関であること。法に従い航行の安全と自由で開かれた海を守る警察として軍事衝突や戦争に発展させないようにするのが役割なのだ。海上保安能力強化に関する方針の中で、有事の際に防衛大臣が海上保安庁を指揮する手順をまとめた統制要領の策定や共同訓練の充実を図るとしている。海の警察の海上保安庁と軍事の自衛隊が連携協力する意義は大きいが、自衛隊との結びつきを深めると軍に近づいたとの見られ方も出てくるという意見もある。それぞれの役割の違いを明確にし、任務を分担することが求められる。好転する気配がない尖閣諸島周辺の情勢。海上保安庁が新たな強化方針に基づき警備能力を構築し、法執行機関というカードでいかに実効性を高めていけるか、その真価が問われる。自衛隊と台湾軍が連絡ルート構築、中国の軍事圧力に対抗。日本の自衛隊と台湾軍が直接の連絡ルートを構築していることが判明した。日本政府高官が明らかにした。1972年に国交を絶った日本と台湾の両政府は直接的な対話や協議を避け、防衛当局間のルートも存在しないとされてきた。中国の習近平指導部は台湾統一に強い意欲を示しており、武力行使の放棄を約束しないと表明している。中国人民解放軍は2022年8月にペロシ米下院議長が訪台したことに猛反発し、台湾周辺の海域で大規模な軍事演習を実施。発射した弾道ミサイルのうち5発が日本の排他的経済水域 EEZ 内に着弾したことで、日本政府内の緊張が一気に高まった。中国はその後も台湾周辺で軍事活動を激化させている。台湾では普段通りの生活が続くが、不安を感じる市民が徐々に増えている。仮に台湾侵攻が現実化したら何が起きるのか。バイデン米大統領は米軍が台湾防衛に当たるとの考えを繰り返し示しており、米中が衝突する可能性がある。沖縄には米軍基地が集中しており、日本が巻き込まれる恐れがある。このため日本がアメリカだけでなく台湾との連携も強化することの重要性は高まっている。ただ日台の防衛当局が関係を深めることには大きなリスクを伴う。日本と中国が国交を結んだ1972年の共同声明は、台湾を領土の不可分の一部とする中国の立場を日本が十分理解し尊重すると明記した。中国は日台両政府が直接協議することを決して容認しない。日台の防衛当局が連携を強化すれば中国が激しく反発し、かえって東アジアの安全保障環境を不安定化させることにつながりかねない。